きなりですけど、僕ですね、エアホッケーめっちゃ強いかもしれないっていう冗談は置いといて、いやでもですね、結構僕強い方かもしれないっていうことに最近気づいたんですよ。ただ僕は勝つためにですね、守っているっていうものがありまして、今日はですね、それを皆さんに共有できたらなと思って、まあいつもねマリオメーカーをやってるんですけど、今回はこの遊び大全のエアホッケーをやっていきたいと思います。でそのね、守っているものは何かっていうと、今コンピューターね、遊ぶ人がちょっと見つからなくてコンピューターとやってるんですけどね、まあすごく強いコンピューターだったけど、まず絶対にですね、自分からね、あんま攻めたらいけないんですよ。ちょっと待って、今見つかったのね今見つかるのね。それじゃあ OS1243 やっていきましょう。まあ、さっきも言った通りですね、まず自分からね絶対攻めたらいけないんですよ。ちょっと見ててくださいね。まあ、今はちょっと攻めましたけど、こうやって相手の出方をね待ってればだいたい勝てる守りがね大事なんですよね、エアホッケーって。攻めっていうのはちょっと今言っていられたけど攻めっていうのは相手がね前に出てきた時に攻めるのが一番効果的なんですよね。だから後ろにいるときはね、あんまりちょっと攻めても、ま、ガードが硬いからね、だいたい点数って取れないんですよ。でもね、エアホッケーって、ま、やってたらこう前でここねスマッシュめっちゃこうやってしたくなる、なりますよね。ただそれをやってるとね、だいたい勝てないね。結構負けてる人はこの前に出てきて結構ねスマッシュを多めにやってるっていう方が多いと思うんですよね。だからね、相手が前に出てきた瞬間にこうスマッシュするっていうのが、まあ、スマッシュじゃなくてもだいたい入るんですよ。前に出てきたらね、ゴールとの隙間が埋まっちゃって結構ね、自分で入れちゃったりするから意外と点数取れるんですよね。言ってもやりませんっていうのは絶対無理だから、相手が前に出てきた時こそやっぱチャンス、一番チャンスなんですよ。それじゃあ2回戦手羽先プリンちゃんかな、プリンくんかちょっとよくわかんないんですけど、やっていきましょう。エアホッケーですね、シンプルで楽しいんですよ。ただね、僕も負けてた時があって、なんでかなって、もう結構追求してたらやっぱね、自分がね結構攻めて前に出てきちゃってるんですよね。まあ、それをなくせば意外とね点数って入るし、勝てる機会っていうのが多くなるんですよ。手羽先さん、そうやって僕の隙をつこうとしてるんでしょ。でも無駄ですよ。守りをね絶対にね固めよう。守りをね固めれば大体勝てるんですよ。まあ5対0っていうのはさすがに難しいですけど、まず相手がね球を持てば自分が一番まず後ろに下がりましょう。そしてまあ上か下か絶対来ますよね、球が。まあ来た時にね、こう上か下かにこうやって移動すればいいだけなんですよ。スマッシュはしなくていいですからね。スマッシュはしないでこうただ当てるだけ、球をね。でこうやって相手が前に来たら攻撃するチャンスを伺って攻撃すればいいだけですから、あんまりね自分から攻撃しない方がいいですよ。基本的に守りだね、このゲームはね守りが大事っていうことが僕は分かりました。基本的に守ってると、よし今前に出てきたでしょ、ああいう時がチャンスなんですよ。それじゃあラスト1点取っていきますか。じゃあ僕がね一回前に出てみましょうか。前に出たらね点数って取れないんですよ。こう後ろがガラ空きになるからねまあこういう場合もあります。今度はヤブニダさんだね。早速始めていきましょうか。今度僕右だね。ただね、僕のやってることはもしかしたらあんまり楽しくないかもしれないね、一緒にやってる方からすれば。こう前に出てねスマッシュを打ち合う、そういうのが見たいんだったらちょっとね別の方とやった方がいいかもしれないんですけど、ただ今回はね勝つための動画だから、今回はね守りに徹します。守ってれば大体勝てるんですよ。それじゃあね、攻めてったらどうなるかっていうのをね見ますか。攻めてったらね、こう前に行くとゴールドの、ね、差がガラ空きになるから、意外とね自分で点数こうね入れられちゃうんですよ。前に出てこうスマッシュしたい気持ちもわかるけど、まずちょっとそこは抑えて一体ね球を受け止めて反撃のねチャンスを伺いましょう。エアホッケーってさ、こう前に出てガシャガシャするのが一番楽しいよね。ナマコさんマナコじゃないで、ナマコさんね、なんかそういった食べ物ありますよね、ナマコっていう。意外と僕好きなんですけどね、あれちょっと苦手な人は苦手だよね、結構見た目グロいもんね。さてそれじゃあやっていきますか。今回も守りに徹します。でもね、このねやり方ね、やってる方はたまにいるんですけど、めっちゃ長い勝負になるんですよ。まあそれが意外と楽しいですけど、
でこのナマコさんっていう方にはちょっと申し訳ないんですけど、ゴールとのね隙間がね結構あるんですよね。今みたいにこうちょっとでもゴールの隙間があっちゃうと結構自分でねゴールに入れてしまうんですよね。だから壁、自分のねサイドっていうのかな、そこぴったりにねゴール引っ付けましょう。自分のねこのエアホッケーのなんていうのこれ取っ手をね引っ付ければだいたいああいうね自分でゴールするっていうのが防げます。それじゃあこの方法で皆さんもぜひ勝ちまくっちゃってください。この動画が良ければマイリス、そしてこのピオキングのフォローをお待ちしております。その他に Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明文の方にリンクを貼っておきます。ぜひ遊びにいらしてください。最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあまたね。